埼玉県蓮田市蓮田蓮田は、埼玉県蓮田市の町名及び大技。現行行政地名は、蓮田1丁目から蓮田5丁目及び大技蓮田。住居表示未実施地区。郵便番号は349-0115。蓮田市の南端に位置する。埼玉市岩月区、上尾市、稲町の各市町に隣接している。東側で、 は田だしまと埼玉市は月熊米に、南側で、は田だしまと上吉川しからぶきに、西側で上吉川しからぶきと稲町小室に、北側で綾瀬、御前橋、東に隣接する。住居表示の実施や町名一番変更により、大和はす田の一部から、複数の町邸が成立したため、次第に範囲を狭めてきた。このような経緯から、 大和蓮田の一部は、飛び地のような形となっており、山の内の周囲や、関山一丁目北側の蓮田市立蓮田、中学校校庭周辺に存在している。蓮田駅に近い蓮田一丁目の五丁目は、土地区画整理事業の完治処分に伴う、町名地盤変更によって成立した。市街各域に指定されており、主に住宅地として利用されている。南部には、 生産緑地地区がまとまって所在する。大和図蓮田は、綾瀬川、見沼大洋水沿いの定地で、田畑が多い。ほぼ全域が市街化調整区域に指定されており、山の内周辺の飛び地のうち、綾瀬川河川敷内を除く区域が市街化区域に指定されている。住宅地の地価は、2020年1月1日の工事地価によれば、 はすだ一丁目235番の地点で11万円平方メートルとなっている。元は江戸期より存在した武蔵国に埼玉郡岩月寮に属するはすだ村であった。江戸初期に上えはす村と下はすだ村に分村した。2020年9月1日時点の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 河原らぶがかり問い合と、ありがとうございます。